こんにちは、田中美君です。皆さんご機嫌いかがですか？9月に入りましてもね、なかなか残暑厳しいもんですね。今日はこちらをぜひ取り上げてみたいなと思っております。何に見えますか？モーゼルですよね。しかしモーゼルというのはこちらなんですね。はっきり言って似てませんよね。似てはいないんですが、なぜかモーゼル以外には見えないという不思議ですね。それほどまでに特徴的な気候を持った州がモーゼルと。いうことなんですね。今日はこちらエアコキなんですが、こちらにぜひお付き合いください。はい、こちらは米沢製鼓団仕様の廃墟式エアコッキングモーゼルです。久しぶりですね、鼓団使うのは。こちらの米沢製モーゼルなんですが、1980年に、どうやら流通したものらしいですね。新品で購入したものではなく、3年か4年前ぐらいに中古で購入しました。こちら全長45センチあります。いや、大きいですね。とてもハンドガンとは思えないぐらいの大きさです。セーフティーは、トリガーの後ろにあります。こちらでセーフティーで、こちらで発射可能ですね。はい、こちらタンジェントサイトなんですが、一応稼働はしますね。このようにメモリで合わせることができます。マガジンなんですが、こちらのようにですね、ちょうどなんか悪さは P38 のようなストッパーを後ろに下げて取り外す、こんなスタイルですね。はい、こちら5発入ります。弾は入ってませんので、廃墟だけちょっとやってみたいと思います。薬莢は勢いよく飛びますね。むしろこの鼓団より薬莢の方が貴重なんでね、なくさないか心配ですね。この白い鼓団は一番入手が簡単で、割と、市場に出回っている、比較的入手のしやすい鼓団なんですけれど、これが使えれば、鼓団には不自由しないんですけれど、ちょっとこれ使えないんですよね。すぐにこう、ちょっと緩いんですね。下を向けると保持できなくなってしまって、ポロッと外れてしまいますね。やはりこちらの、
オリジナルの青い鼓団、これでなければダメなんですね。この鼓団の特殊性っていうのはね、もう少しなんとかならなかったかなって思うんですけれどね。あとはこちらですね、黒いカトリッジなんですけれど、ご覧のように、6ミリの BB 弾に対応したものになってます。これはオリジナルのものではないでしょう。多分、前のオーナーさんが、これを使っていたものかと思われます。これまあ悪くないですよね。少なくとも発射弾の心配はしなくてもいいと、こういうものですね。積極的にあまり使ったことなかったんですけれど、今回ちょっと使用してみたいと思ってます。暑いですね。気温32度です。はい、では初速を測ってみたいと思います。47.74。54.01。55.32。はい、続きまして、こちら 6mmBB 弾 0.12g、 こちらで初速を測ります。28.05。29.68。29.28。そうですね、鼓弾よりは、初速を取りますけれど、まあでも、30近い、初速が出てますんでね、まあそこそこじゃないかなと思いますけどね。はい、鼓弾なので、まあ精度としてはね、ちょっと望むべくもないかなと思いますんでね、15メートル先に、鉄板を置いたんですけれど、あれにぜひ当てたいなと思ってます。はい、ではまずは 0.12g の BB 弾の方から打って、ちょっと調子見てみたいと思います。まあ、鼓弾の方ね、あまり数がないので、まずはこちらから打ちますね。いや、やはり当たりませんね。まあインナーバレルが、7ミリのものなので、6ミリの BB 弾ではね、やっぱり精度が出ませんね。はい、
ではオリジナルの鼓弾を使います。まあ一発ぐらいは当てたいですね。かろうじて一発当たりましたね。まあこんなものかなと思いますね。はい、いかがでしたか。精度もさほど高いものではなく、オリジナルに似せようとした努力もあまり感じられないモデルではあったんですけれど、それでもモーゼルを名乗ってしまうという、まあ1980年代周辺の、モデルには、そんなものも多かったですね。昭和というおおらかさを、感じてもらえたモデルではなかったかなと思っております。